このリレーの男子のナショナルチームというかですね、リレーチームが金メダルを取るために、今回ですね、プロジェクトを立ち上げたということになります。昨年はもちろん皆さんご存知ですけども、桐生が9秒台を出して、それからサニーブラウンが世界選手権で入賞ということで、個の力もついてきた。リレーについて金メダルというところはやはり個の力というのが大事になります。リレーの精度というのはかなり成熟してますけども、もう一方でやはり個の力をこれからもさらにつけなきゃいけないと。ゴールデングランプリ、ダイヤモンドリーグ、そしてアジア大会と、今年はその3つで、主要大会で、緊張感を持った大会で、精度を高めていくということになります。それから、来年はまた、世界選手権、それから世界リレー等もありますので、そういうところで、実践をつかんでいくということになります。